セレスティア、まだ休んでいなかったんですね。武器の整理をしていて、今終わったところなんです。よかったら今度からは声をかけてください。私も手伝いますから。セレスティアはあれこれ気づいてくれるので本当に助かっています。私がしたくて勝手にしていることですので。神竜様こそ今日も素晴らしいご活躍でしたわ。仲間を守ろうと戦う勇士、とても素敵でした。お疲れの出ないようになさってくださいね。ありがとうございます。たくさん食べて休むので大丈夫ですよ。そうそう、今日の食事は美味しかったですね。野菜の入ったスープが絶品で。それは美味しそうですわね。ごめんなさい、食事はまだでしたか。片付けが今終わったのならこれから。いえ、すっかり忘れていました、食事のこと。最後に食べたのは確か3日ほど前だったような。3日前？特にお腹は空いていませんし、それよりもみんなのためにしてあげたいことが多くて。そんなのいけません。来てください、セレスティア。神竜様？きちんと食べないと体が持ちませんよ。お腹が空いて倒れてしまうかもしれません。これからはセレスティアが食事をしているかしっかり確認させてもらいますからね。セレスティア、今日の昼食です。お昼というには時間がだいぶ過ぎてしまいましたけど。すみません神竜様、みんなとお話ししていたらうっかり忘れてしまっていて。そのうっかり、昨日もしていましたよね。お、目を離すと2日も3日も食べないなんて信じられません。気づいてよかったです。竜族はみんなこんなものかと思っていたのですが、どうやら私だけのようですね。気をつけているのですが、ついみんなのことが気になってしまうんです。困っている子がいたら助けてあげたいし、悩んでいる子がいたら相談に乗ってあげたいし。この間も荷物の運搬を頼まれて大変そうな子がいたから手を貸していたら日が暮れて。セレスティア。はい、いただきます。どうしました？今食べているのは私だけですけれど、神竜様と一緒に食卓を囲めるのが嬉しくて。こうしているとお腹だけでなく胸まで満たされるような心地です。あら、神竜様、このスープとっても美味しいです。飲んでみてください。私は昼間にいただきましたから。それにそのスープはセレスティアの分で。遠慮しなくていいんですよ。こんな美味しいもの独り占めなんてできません。
わかりました。あどうですか、おいしいでしょう。はい、とってもおいしいです。これで準備は整いましたね。それじゃいただきます。神龍様と一緒にご飯を食べることが最近多くなってきましたわね。セレスティアがちゃんと食べるようになってくれて私も嬉しいです。まあ時間の取れない時なんかはうっかりしているようですが、ご心配をおかけしてすみません。おかげで随分改善されましたわ。神龍様とご一緒できるようになって食事の時間が待ち遠しいぐらいです。それどころか神龍様といることであらゆることが楽しくてたまりません。よかった、その言葉を聞いて安心しました。慣れないこちらの世界に来てくれて不便を感じているのではと心配でしたから。不便なんてありません、神龍様が笑顔でいてくれると嬉しいんです。その笑顔のためならどんなことだってしてあげたいと思いますし、どんな敵だって怖くありません。私がぶっ倒してしまいますわよ。頼もしいですね、セレスティア。私も同じ気持ちでいますよ。セレスティアがいると楽しくて幸せで力がたくさん湧いてきますから。いろんなことがありましたが、今はこちらの世界に来てよかったと思います。これからもずっとずっと一緒に過ごしましょう。たくさん私に甘えて頼ってくださいね。はい、これからも頼りにしています。あら、神龍様、口元にソースがついていますわ。そのままじっとしていてくださいね。はい、取れましたよ。ソースを口につけちゃうほど頬張るなんて、よっぽど美味しかったのですね。かわいいです。もう気持ちは嬉しいですけど、私は子供じゃないんですからね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の食事も美味しかったですね。はい。セレスティア、どうしたんですか。今日は元気がないですね。急に不安になってしまって。不安？この楽しい時間に終わりが来ることへの不安です。戦況はますます激化してきていますわ。明日にはもうこういった時間が取れなくなるかもしれない。そうでなくとも、私が、神龍様が無事に帰っては来られないかもしれない。もう日課と言ってもいいほどのこの時間にきちんと次があるのかと。
セレスティア。神竜様と過ごす時間がこんなにも幸せで、こんなにも怖いものだと思っていませんでした。戦いに犠牲はどうしてもつきもの。その覚悟で私は戦場に立っています。ですが、また大事な人を亡くしてしまったらどうしようかと思って。ずっと続くと思っていたあの世界にも、仲間にだって終わりはありましたから。そうですね。ましてやあなたには元の世界を後にさせてしまった。いくら楽しいと言ってくれていたって、その傷がたやすく癒えるはずなどありません。不安にさせてごめんなさい、セレスティア。神竜様が謝ることでは。私が勝手に不安になっているだけで。私は二度とセレスティアに辛い気持ちを味わわせたりはしません。その証にこれを。約束の指輪です。神竜様、こんな恐れ多いものいけません。遅かれ早かれ渡すつもりでいました。この時間が終わらないことの証明です。私たちは仲間で、家族みたいなものでしょ。家族は一緒に食事をするものです。生きている限り、明日もその次も何百年先も一緒に食事をしましょう。神竜様ありがとうございます。指輪喜んでお受けいたしますわ。あなたって人は本当に私を幸せにしてくれるのですね。あなたにはいつだって頼ってほしい、甘えてほしいと思っていますが、本当に支えられているのは私なのかもしれません、神竜様。あなたは私の大事な家族。心から愛しています。もう離しませんわよ。ずっとずっと一緒です。